皆さん、こんにちは。5月1日の運動塾通信の、音声の録音があまり良くないので、この録画を再度作成しています。これは4月10日のエコノミストで、バイデンの気象変動のギャンブル、大統領の野心的な計画に対して2つの声、これ2日間続いているんですが、両方とも音声の録音に失敗していますので、再度録音し直しています。早速中に入っていきます。バイデンが3月31日にピッツバーグで明らかにした計画では、雇用とインフラに2兆ドル使う提案であった。まあちょっと2兆ドルちょっと少ないですけどね。しかしながら、アメリカ雇用計画の核心は気象変動と戦うためのアクションである。この計画は電気自動車や再生可能エネルギーを支援するためのもので、研究のための支援で可能性のある極めて重要な技術に対して政府の資金による巨大な実証プロジェクトである。配電ビジネスとか鉄道事業者は大いに影響を受けることになる。極めて広範囲に実施するのは焦点が定まっていないのと、特別な利害関係に関心が集中しているからだ。でも今回はそれほどでもない。アメリカのグリーンハウスガスの削減の大半をなくすことは、政治家が長年法制化に失敗してきた著名な問題だ。こうした失敗を覆す真剣な試みは、この作業の重大性、この課題の範囲、時間が経ってしまっていることをよく考える必要がある。それゆえ、バイデンの計画の熱望、心の広さ、気前の良さが有利に働いている。このプロジェクトは気象変動に関連していて、8年にわたってほぼ1兆ドル使用され、この将来に向かってね、年間の GDP の 0.6% だ。いずれにしてもこの金額は産業文明を再興し、大いに再興しくする費用としては見積もり金額が少ない方だ。しかし公共投資が民間を刺激するので、またそうするべきだが、そのやり方は正しい。バイデンの提案が理想的だとは言っていない。この提案は、新たな雇用が可能な限り労働の業務として考えるということによって評価される。これちょっとね、新たな雇用のが可能な限り、国内、アメリカ国内の、これね、労働者の雇用ですね。雇用として考えているということによって評価を下げている。というのは、原材料を積んだ全ての船はアメリカ所有でなければならず、また新たなサプライチェーンはアメリカ国内になければならない。こうしたことがバイデンの支持者たちに対してのこの計画の政治的なアピールであり、気象変動とは何ら関係がない。悪いことに、こうしたことは排ガス削減の費用を増大させ、さらにそれが技術の流れを阻害するようにでもなれば、大失敗してしまう現象になるかもしれない。これはやっぱりアメリカのその全て労働者とか、実際にその固定資産とかサプライチェーンを使うってことは割高になるからだからと言ってるんですね。こうしたことから、この計画の最大の失望は、この中身ではなく、上記で述べたような無防備なことをする可能性がある。政府が人々や産業が排ガスを削減しようとする選択を支援することは正しいことだ。しかし、その行為はそのためにやり方のいくつかの選択肢を強制する必要がある。まあ、選択肢を強制するっていうのは、アメリカファーストじゃないやり方を強制する必要があると、そういう意味ですね。ということです。